ホーム側から見た駅舎小串防駅は、長崎県東園議軍河田野町小串里にある、九州旅客鉄道大村線の駅である。大日本帝国海軍が、小串港に魚雷艇訓練所を設置したことにより、訓練生の利便を図るために駅を設置した。設立当初は、純然たる、魚雷艇場組員の養成施設だったが、後に、 特攻防と信用の訓練施設に転換されており、信用隊員の多くが小串号駅を利用した。当初は駅名を小串にする予定であったが、すでに山陰本線に小串駅が存在したため、小串号とされた。終戦とともに魚雷艇訓練所が廃止され駅設置の理由がなくなったことから1947年には廃止の方針が決められたが、 地元側が存続を強く求めたことから廃止撤回となった経緯がある。短式ホーム一面一線を有する地上駅。下り側に向かって右側に小さな駅舎を持つ。簡易委託駅。マルス及びポス端末の設備はなく乗車券を手売りしている。ホームには地元団体、心の花を育てる会による花壇が設けられている。川田町の北部にあたる。 駅の東側を大村線に並行する形で国道205号が通っている。駅前に設置されている駅の由来についての説明版による。また、国鉄前線各駅停車九州720駅の本駅項目にも記載あり。ありがとうございます。